八重垣もみじ。一。まだ霧が深い。小さい残月も谷から高く離れている。大岳は眠っていた。そうそう、堂々。ただ騒がしいのは小猿沢の底を行く水である。そこの谷川橋に、 黒々と霧に包まれた人影が固まっていた。当時と小声に呼ぶ。バイケンの声である。同じ小声で群れの中から当時が答える。ひなわを濡らすなという注意をバイケンがする。衣をか唐げた山帽子そのままな僧が手ありを持って 二人もこの殺伐な群れの中に混じっている。あとは地侍やならず者の徒であろう。服装は雑多だが、足ごしらえはどれを見ても軽傷になれた装いである。これだけか。そうです。何名お互いに頭数を読み合う。誰が数えても自分を加えて、 十三名と読む。よす。バイケは言って行動する手はずをもう一度そこで命名に繰り返した。命名は黙ってうなずいた。そして、では行けとばかり谷川橋から一筋道のあたりを指して雲の中へかき消えてしまった。これより三十一丁。 奥の院道、谷川橋の霧岸の際にある道しるべ石の文字が白い残月にかすかに読まれて、その後はただ谷の水音と風だった。人が去るとその間潜んでいたものがやがて木々の小を渡って騒ぎ出した。これから奥の院まで無数に見かける。 猿の群れだった。猿は崖の上から小石を転がし、つ鶴草にすがり、道まで出てきた。橋を駆け回る。橋の裏へ隠れ込む。谷間へ飛ぶ。霧はその影を追い回すように、猿と戯れた。もしここに一人の神仙が降りて、彼らに戦後をもって、 何時ら生を受けて何ぞこの境愛の三国に雲と辞議するや。雲すでに立つ。雲にがせよ。行くこと裁方三千里。路山にがし、画尾砲を指差し、足を長江にすすぎ、気を大世界にす生命まことにのぶべし。 我らと共に来たらずや、とでも呼びかけたら、雲は皆猿となり、猿は皆雲となって、バクバク、昇天し去っていくかもしれない。そんな幻想さえ催すほど、猿は遊んでいた。残月の光に、その猿の形は、霧へ移って、二つずつに見えた。 ワンワンワン、とつ犬の声だった。犬の声はこだまして谷へ遠く響いた。途端にさながら秋の末のハゼの葉が風に見舞われたように、猿は一瞬に影を潜めてしまった。そしてそこへかなり高い足音を響かせて、 構造版のために売イが飼っている黒犬が縄を切ってすっ飛んできた。黒、黒目。後から追ってきたのはおこうであった。売イたちが王けへ行ったのでそれを知って縄を噛み切ったものと見える。2彼女はやっと黒の引きずっていく。 縄の端を捕まえた。黒は捕まると、彼女に大きな体を押し付けて絡みついた。畜生。彼女は犬が好きでない。振りのけながら縄で撃った。そして、お帰り、と、元来た方へ引き戻そうとすると、黒はまた耳まで口を吐いて、わん、と吠え始めた。 縄は捕まえたが、彼女の力では動かなかった。無理に引っ張れば、狼のようなかんだかい声を出して吠え続ける。なぜこんなものを連れてきたんだろう。宝蔵の犬小屋へ繋いでおけばいいに、と彼女も噛が起こった。こんなことをしている間に、もし別当の観音院を今朝立つはずの、 武蔵が早くもきかかったら不審に思われるに違いない。この犬がこの道にうろうろしているだけでも機敏な彼に気遣われる恐れは十分にある。ち、しょうがないね。おこうはもてあました。国権は吠えやまないのである。仕方がない。おいで。その代わり。 奥の家へ行ったら吠えるんじゃないよ。やむなく彼女は犬を引いて、いや犬に引かれて先へ登った人々の道を後からあえいで行った。それきり黒の吠える小玉はしてこなかった。黒はキキと飼い主の匂いを追っていったのであろう。 一夜中動きやまずに動いていた霧が、谷間へ厚ぼったい雪のように落ち着いて、武功の山々や妙法や白石や雲鳥の姿が澄んでくると、奥の陰道も白見渡って、父父父ちっと小鳥の声が耳を洗う。先生、どうしてだろう何が 明るくなったのに、お日様が見えないもの。お前の見ている方角は西ではないか。あ、そうか。イオリは、その代わりに月を見つけた。峰の彼方に落ちかけている、薄い月を。イオリ、はい。この山には、お前の親友がたくさんいるな。どこにですか それ、あそこにも。武蔵が指さした谷間の木を覗くと、親猿を真ん中にして小猿が固まっていた。いたろう。はっはは。なんだ。だけど先生、猿は羨ましいな。なぜ親がいるもの。道は胸つきである。 武蔵は黙って先へよじ登っていく。少し登るとまたやや平地になってきた。あの、いつか先生に預けといた川の巾着、お父さんのおかたみの、あれを先生はまだ持っていてくれますかおとしはせぬ。中を見てくださいましたか見ない。 あの中にお守りの他に書いたものも入っているんですから、今度見てください。うん。あれを持っていた自分は、私にはまだ難しい字は読めなかったけれど、今ならもう読めるかもしれません。何かの時、お前自身で開けてみるとよい。一歩一歩に夜は知らんでくる。武蔵は、 道の草を見ながら踏んだ。自分の踏んで行く先に何者の足跡かその草つゆはおびただしく汚れていた。三うねうねと道は山をめぐりめぐってやがて東を望む平地へかかってきた。途端にいおりは、は 日の出、指差して武蔵を振り返った。おお、武蔵の顔も暮れないに染まった。見る限りが雲の海である。坂東の平野も甲州上州の山々も雲の土塔の中に浮かぶ宝来の島々であった。いおりは口を結んで、 姿勢を正して凝然と日輪を見ていた。あまりに大きな感動は少年を推しにさせてしまう。イオリは何と言っていいのかわからなかった。自分の体中をめぐっている血液とその太陽の赤いものとが一つみたいな気がしてきた。だからイオリは太陽の子だと。 自分を思ったが、それではまだ彼の感動と人間精神とがぴったりしなかった。で、彼はなお黙って鉱骨としていたが、突然大きな声で怒鳴った。アマテラス、大御神様だ。振り向いて武蔵へ。ね、先生、そうでしょう。そうだ。イオリは、 両手を高くかざして、十本の指を透かしてみた。そしてまた、どなった。お日様の血も、俺の血も、同じ色だ。その手でいおりは、かしわで覆った。そして、節をがみながら、心の中でじっと、猿には親がある。俺にはない。猿には、大見親がない。俺にはある。 と思って、喜びに満ち溢れてきた。涙が流れかけてきた。その涙のうずきが、唐突に、イオリの手や足を動かし始めた。イオリの耳には、ゆうべの岩とかぐらが雲の向こうで聞こえているのである。たらん、たんたんたん、どどんどん、ささを拾って、 でて舞い出した。かぐら拍子に足を踏み手を流し、そして昨日覚えたばかりのかぐらたを歌った。あずさゆに春来るごとにすめがみの、豊の遊びに合わんとぞ思う。あわんとぞ思う。気がつくとむさしはもうあなたを歩いている。 イオリは慌てて駆け出した。道はまた樹林の間へ入ってゆく。もう参道が近いのではあるまいか。木々の姿におのずから統一がある。大きな木は皆厚ぼったい苔をかぶっていた。苔には白い花がたかっている。 500年も1000年も生きてきたかと思うと、いおりは木にもおじぎをしたくなった。足元はだんだん熊笹に攻められてくる。真っ赤なツタモミジが瞳を吸いつけた。木の深い中はまだ行安であった。仰向いても朝の光は少ししか見られなかった。と、不意に、 二人の踏んでいる大地が揺れたような気がした。そう思った瞬間、ズドン、激しい音響だった。あ、イオリは耳を押さえて熊笹の中へうっぷした。途端に薄い玉煙の流れた樹印で、ギャーッと生き物が断末を告げる刹那の あの、不気味な叫び声が聞こえた。いよ。いおり、立つな。熊笹の中へ首を突っ込んでいるいおりへ、武蔵は杉の木陰からそう言った。踏まれても立つではないぞ。いおりは返事もしなかった。炎症臭い煙は薄い霧のように、 いおりの背を越えていった。そのあなたの木、武蔵の横にある木。また、道の行く手、道の後ろ。すべてのものの影には、槍のほか他、ばかが潜んでいた。物影からうかがっている者たちから見ると、瞬間に武蔵の姿が、どこへ行ったかと、戸惑いを覚えているらしかった。 そして鉄砲の効果をも確かめているのであろう。ガサともさせずしばらくうかがいあっていた。今、ギャーと言ったすごいうめき声が、武蔵に与えた手応えかとも思ったが、その武蔵のいたあたりに、武蔵の姿は倒れていないし、それも彼らの出足をためらわせていたに違いない。 鉄砲の音とともに熊笹の中に熊の子みたいに尻だけ出してじっとしているイオリの姿は誰の目にも見えた。イオリはちょうど八方の目と刃との真ん中に置かれていた。立つでないぞ、とどこからか言われたような気がしたが毛の根に迫ってくるような怖さと 鼓膜がガンとした後の一瞬のあまりにも基礎とした静かさについそーっと首をもたげてみるとすぐそばの大きな杉の木陰におろちにも似たたちがギラと見えた我を忘れてせ、先生誰かそこに隠れてるぞとイオリは絶叫してしまったそして羽を切るなり パッと無性に駆け出そうとすると、このガキと、彼の見た刃がそこの影から踊ってきて、あっきのようにイオリの上へ振りかぶった。その横顔へぐさっと一本の小塚が突き立った。武蔵が身を運んで救うに糸まがなく、投げたものであることは言うまでもない。う くそ。槍を繰り出した奉仕である。武蔵は、その槍を一方の手にひっつかんでいた。しかし、右の片手はなお、今、小塚を放っただけで、完全に開けて次に備えていた。およそどれほどの敵の数か、定々たる木の幹に遮られて、それの命令でないのが彼をして、 軽々しく動かせない原因だった。するとまたもどこかで、ガッと、石でも頬張ったようなうねきがした。同時に思いがけない方で、武蔵とは関係なく、相手の中から裏切りでも起こったのか、凄まじい格闘が始まった様子なのである。はて、武蔵が、 それへ瞳をそらしたとっさ。狙いすましていたもう一名の奉仕は、槍もろとも勢いよく彼へ向かって爆心してきた。お、武蔵は両脇へ槍を掴んだ。互い違いに槍と槍を持って彼の体を挟んだ二人の奉仕は、わめきあって味方へ、かかれ。 何してると知ったした。その怒号より高く、何者だ何者がこの武蔵を撃たんとはするのか名乗れ。名乗らずは、皆敵と見るぞ。この神域、血にけがすは、恐れあるが、かばねを積むぞ、と言った。掴んでいた二本の槍を振り回すと、奉仕は二人とも跳ね飛ばされた。 武蔵は飛びかかって、抜き打ちにその一人を切り伏せ、身を翻して、さらに抜き連れてくる三名の白羽を迎えた。五。道は狭い。武蔵はその道をいっぱいにじりじり押した。白羽を並べた三名に、横からまた二名ほど加わって、 相手は肩をすぼめ合いながら、かかとずりに後ろへ後ろへと下がっていった。心もとないことには、いおりの姿が見えない。武蔵は、当面の敵へは、単に備えておくに留めて、いおりと呼んでみた。ふと見ると、杉林の中に追い回されているものがある。 それがイオリだった。今打ち漏らした一名の奉仕が、槍を拾ってイオリを追いかけ回しているのだった。あ、おのれ。彼の救いに、その方へ武蔵が身をそらそうとすると、やるな。どっと、前の五名は、刃を連ねて間近へ切り込んできた。 疾風を起こして武蔵は向かってきた刃へ自身からも向かっていった。土頭へ土頭をぶつけたのである。しぶきとなって血は跳ね飛んだ。武蔵の体は敵よりも低めに、そして彼の背はまるで渦に見えた。血の音、肉の音、骨の音までがした。 二声、二声、続けざまに絶命がその中に混じった。右へ左へ、朽木倒れに倒れたものすのべてが銅から下を投げられていた。そして武蔵の手には、右に体験と、左に証券が握られていた。うわ、二人ほどが飲めるように逃げ出した。追いかけざま。 どこへ一人の後頭部へ、酒を浴びせた。ビューと、黒い帰り地が、武蔵自身の目へ跳ねた。武蔵は、左酒の手を顔へ、思わず目へ当てた。途端に、異様な金属の音が、後ろから風を咲いて、その顔へ飛んできた。あっと、無意識の間に、 彼の受験がそれを払った。いや、払ったと意識したのは単なる意識でしかない。唾のあたりへブンとかみついた奮闘に彼が、しばった。と、心に叫んだときは、すでにガリガリガリっと、闘身と細い鎖とは縄をなうように寄られていたのである。武蔵。 鎌を手元に持って、奮闘鎖に相手の刀を巻きつけた獅子の売イは、その鎖を張りながら言った。忘れたか、俺を。おお。武蔵はカッと見て、鈴鹿山の売イだな。辻風天馬の弟よ。あ、さては。 知らずに登ったのがてめえの運の月だ。針の山地獄の谷、兄の天馬が呼んでるから早く行け。絡みついた奮闘鎖は武蔵の刀から離れなかった。バイケンは徐々にその鎖を手元にたぐりためた。それは手元にある鋭い戸釜を次に放ってくる用意であることは、 言うまでもない。その鎌に対しては、武蔵は、左の証券を持って備えていたが、今にして思えば、もし右の大刀のみだったら、すでに身を防ぐ何者もなかったのである。えい。バイケンの喉は膨れて、顔と同じくらいな太さになった。こう満身から、 一声絞り出したと思うと、鎖は武蔵の右剣を体ぐるみだっと前へ引き寄せた。同時に、売剣の体も一たぐり鎖を寄せて踏み込んできた。六。はからずも武蔵は今日という今日、一代の不覚を取ったものではあるまいか。 鎖鎌という特殊な武器、それに対する予備知識がないではないのに。かつて、このシシドバの妻があのの家事小屋で、その実物を持ってシシド八重垣流の形をして、武蔵に見せたこともある。その折、武蔵は、ああ、見事と見とれたものである。 妻ですらこのくらいに使うとしたら、夫の売券の技はどれほどかと思ったものである。同時にこのめったに出会わない、天下に使い手も少ない特殊な武器の性能の恐るべきものだということも十分にわきまえたはずであった。鎖釜についての知識は自分でも 今日まで知り得たものとしていた。だが、知識というものが、いかに生死の大事などにぶつかったとっさには、役立たないものか。そう気づいたとき、すでに武蔵は、鎖釜の持つ、恐るべき性能に、完全にとらわれていた。しかも、売券だけに、彼は全力を向けていられなかった。 後ろからも生いよる敵を感じていた。バイケンは誇った。鎖を絞りながらニューと歯で笑ったようだった。武蔵はその鎖に絡まれている自分の大刀を離すことは知っていたが檻を図っていた。二度目のえおうとわめいた声がバイケンの口から発し、 彼の左の手にあった鎌は、それと共に武蔵の顔へ飛んできた。お、武蔵はメテの剣を放した。鎌は、彼の頭上をかすめ、鎌が消えると、どうが飛んできた。んどうが逸れると、鎌が飛んできた。鎌か奮闘か、そのどっちに対しても、身をかわすことは、 はなはだしい危険だった。なぜならば、鎌をかわした位置へ、ちょうど奮闘の速度が間に合うようになるからだった。体ぐるみ武蔵は、絶え間なく位置を移した。それも目に止まらないほどな速さをもってしなければならない。また、後ろへ後ろへと、付け回っている他の敵に対しても、 身構えを必要とする。我、ついに破れるか。彼の五体は、善時こわばってくる。意識ではない。それは、生理的にである。油汗も流れないほど、皮膚と筋肉とは、本能的に死闘するのだ。そして、髪の毛も、送身の毛穴も、そそけ立つのだ。 カと奮闘に対して何よりの先方は木を盾とすることだったが、その木へ近づく糸間がなかった。またその木の陰には敵がいた。するとどこかで、キャッと澄んだ悲鳴が流れた。あ、いおり。武蔵は振り向けなかった。腹の底で弔った。その間にも、 瞳の前に鎌が光り、奮闘は踊って飛ぶ。くたばれ。売イのわめきではない。武蔵が言ったのでももちろんない。武蔵の後ろで何者かがこう怒鳴ったのであった。武蔵シ殿、ムサシ殿。なんでそれ引きの敵に手間取りなさる。後ろ巻きはそれ菓子が引き受けました。 そしてまた同じ声で、くたばれ、けだもの。じひびき、ぜっきょう、くまざさをけあらす足音。何者か、さっきから彼方にかけはなれて、むさしにつけだちしていたものが、ようやくへだてる相手を踏み破って、むさしの後ろへ、その動きをうつしてきたらしいのであ 誰かと疑った。思わざる後ろの味方であった。だが確かめている糸い間など元よりない。武蔵は後ろを安心した。売券へ向かって一方に心を集めることができた。だが彼の手にはすでに消灯一本しかなかった。体験は バイケンの鎖に噛み取られていた。迫ろうとすればバイケンはすぐ感じて後ろへ飛ぶ。バイケンにとって何よりも大切なのは敵と事故との距離だった。鎌と奮闘と二分された鎖の長さが彼の武器の長さである。武蔵にすればその距離より一尺遠くてもよい。 あるいは一尺近く入っても良いのである。だが、バイケンはそうさせない。武蔵は彼の秘術に全く舌を巻いた。難攻不落の城にあたって攻めあぐねたような疲れを感じるのである。だが、武蔵は彼の神妙な技が何によって起こるかを、 戦いの間に見破った。それは二刀流の原理と同じだからであった。鎖は一本であるが、奮闘は受剣であり、鎌は叫んである。そしてその二つのものを彼は一行に使いこなしているのだった。見た、八重垣流。武蔵はそう叫んだ。 その声はもう自分の勝利を信念していた。飛んできた奮闘から五尺も後ろへ飛び下がりながらメテに持ち帰っていた証券を敵へ放りつけたのである。バイケンの体は彼を追って前へ踊ってくる姿勢にあった。飛んできた証券に対してバイケンはそれを払う。 何者も,もなかった。思わず、あっと身をねじったのである。証券はそれてあなたの木の根に突き当たった。しかし、売イの奮闘は彼が急角度に身を念じかわしたため、彼自身の体にぶんと一と巻き絡みついた。ち、悲壮な叫びが、 バイの口から漏れたか田舎のとっさに、武蔵は、おおっと鉄球のように、バイの体に向かって自分の五体をぶつけていた。バイの手は刀の塚をつかみかけたが、武蔵の手がその小手を殴った。彼が放した刀の塚は、もう武蔵の手に握られていた。 惜しい。心の内にそう念じながら、武蔵は、売剣の台刀を持って、売剣を真二つに切り下げていた。唾から七八分どころから、引き決めに深く割り付けたので、生木を裂く雷のように、刀の刃は、脳からあばらの何枚かまで通っていった。ああ。 誰か後ろで、武蔵のその呼吸を受け継ぐように、丹精で言ったものがある。空竹割り、初めて見ました。武蔵は振り返った。四尺ほどな丸棒の杖をついて、一人の若い田舎者が立っている。むっくり肥えた肩を張り、丸々とした顔に、 正気した汗をたたえ、白い歯を見せながら笑っているのである。いや、わたくしです。しばらくでござりました。基礎の無双ゴンの助殿ではないか。意外でございましょう。意外だ。三つ峰ゴンゲンのお引き合わせだと私は思います。また、 私に、道母の女王を授けてくれた、亡き母の導きもあるでしょう。では、母子は、亡くなりました。傍然たるまま、とりとめもなく語りかけたが、そうだ、いおりが、と、武蔵の目はすぐ彼の姿を探した。すると、ゴ之の助は、 お案じなさいますな。手前がすくってあそこへ登らせておきました。と、空を指さした。いおりは木の上から不審そうに二人をじっと見守っていたが、その時杉林の奥でワンワンと猛けんの吠えたけびがこだましてきたので、おや、と目をそらした。 八手をかざしていおが木の上から猛犬の吠えている方角を探すとずっと奥の杉林の切れ目から沢へかかる途中にわずかな平地があってそこに一匹の国犬の影が目に留まる国犬は木につながれていたそして そばにいる女のたもとに噛みついている。女は必死で逃げようとしているが、国権が離さない。しかし、たもとを切って、女はまろぶように草原を駆け出した。売イの火星に来て、さっきイオリを杉林の中で追い回した奉仕が、頭から血を出して槍を杖に、 よろめきながら女の先に歩いていたが、女はたちまち手追い坊主を追い越してふもとの方へ駆け下りていった。わわわん。さっきから血生臭い風が国権を発狂に近い高ぶりにさせたのかもしれない。小玉が声を呼び、声が小玉を呼び、いーんとその 声たけびはやまなかった。と思ううち、ついに儲けんはその縄を切って黒いまりみたいに女の逃げた方へすっ飛んでいったが、その途中にゆろめきゆろめき歩いていた手追い胞氏は自分へ噛みついてきたと思ったか、いきなり槍を振り上げて犬の顔をぶん殴。ぐ。 小先で殴られたので、国権の顔が少し切れた。キャン犬は横へそれて杉林へ駆け込んだ。それきり吠える声もせず、影も見えなくなってしまった。先生、イオリは上から告げた。女が逃げてったよ、女が。降りてこい、イオリ。 杉林の向こうを、まだもう一人手追いの坊主が逃げていく。追いかけないでもいいんですかもうよい。いおりがそこを降りていった頃には、武蔵は無双ゴ之の助の口から荒ましの次第を聞いていた。女が逃げていったと言いますから、きっと今申したおこうに違いありません。ゴンの助はゆうべ、 彼女の茶店の腰掛けに眠っており、天遊と言おうか、しなくも彼らの今日の匠とをすっかり聞いてしまったのですぐそうしたのであった。武蔵は深くゃして、では、最初に物陰から鉄砲を撃ったものを撃ち殺したのもそこもとでござったか。いや、私ではありません。 このジョーです。ゴンの助は、海脈を交えて笑いながら、彼らがうとうと測っても、余人ならぬあなたのこと、大概のことは拝見しておるところですが、鉄砲を持ち出すものがあったので、夜明け前にここへ先回りしていて、鉄砲を持った男の後ろに潜み、狙いすましたところを、 後ろからこの城で撃ち殺しました。それから二人して一応そこらの死骸を改めて見ると、城で撃ち殺されているものが七名、武蔵が切ったものが五名、城の方が多かった。火はこちらにないにせよ、ここは新域。不問では済まされまい。 診療の代官へ辞書いたそうと思う。その後のことも問いたし、こちらのことも語りたしではあるが、落ち着いた上として、ひとまず観音院まで戻ろう。だが、その観音院まで戻らぬうちに、診療代官の役人たちが谷川橋にたむろしていたので、武蔵一人、それへ辞書した。 役人たちは多少意外な体だったが即座に縄を撃てと部下へ命じた。縄を武蔵は予期しなかったことに驚いた。自訴したものに無法だと思う。神妙な仕方を棒で報われた気がした。歩け。すでに囚人の扱いである。 武蔵は怒ったが間に合わなかった。役人たちの身支度からして物々しかったが、行くほどにみちみちたむろしていた取り手のおびただしさに驚いた。門前町まで来るうちに百人以上にもなって縄付きの武蔵一人を都へ旗へに警護して行くのだ。 下りにだ。一。泣くな、泣くな。ゴんのすけはその泣き声を押さえつけるように、いオリの顔を懐へ抱きしめた。仲いでもいい。男じゃないか。男のくせに。なだめすかすと、男だから。男だから泣くんだい。先生が捕まっていった。 先生が縛られていった。と、ゴンの助の懐を抜け、なお大きな口を開いて、空へ向かって泣いた。捕まったのじゃない。武蔵殿から辞訴なされたのだ。と言ってみたが、ゴンの助も心の内では不安だった。谷川橋まで出向いていた役人の群れが、何しろ物々しく殺気立っていたし、 その他、十名、二十名ずつの取り手が、いくくみたむろしていたろうか。神妙に自訴して出たものを、あんなにしないでもと思うし、また疑われもする。さあ、行こう。イオリの手を引っ張ると、いや。イオリは首を振って、まだ泣いていたいように、谷川橋から動かないのである。 早く来い。嫌だ。嫌だ。先生を呼んできてくれなければ嫌だ。武蔵殿はすぐお帰りになるに決まっている。来なければ置いて行ってしまうぞ。でもなお、いおりは動かなかったが、その時、さっき見た冒険の黒が、あの杉林のあたりの生地をすすりあいたような顔をして、 勢いよくそこを駆け抜けていったので、あ、おじさん、と、ゴンノスケのそばへ飛んでいった。ゴンノスケは、この小柄な少年が、かつては荒野の一軒家に、ただ一人で住み、父の死骸を葬るのに、一人で持てないため、その亡骸を自分で刀を研いで、二つに切ろうとしたくらい、 不適な魂の持ち主とは知らないので、くたびれたのだろうと慰めた。そして、怖かったろう、無理もない、おぶってやろうかと背中を向けた。いおりは泣きやんで、ああ、と甘えながら彼の背中へ抱きついた。祭りは夕べでしまいだ。 あれほどな人手がこの葉を吐いたように下山して、三峰権現の境内も門前町のあたりもひっそりしていた。群衆の残していった竹の皮や紙くずがただ小さいつむじに吹かれていた。ゴン助は、ゆうべ将棋を借りて寝た犬じゃやのど間の中をそっと覗きながら通った。 すると、背中のいおりが、おじさん、さっき山にいた女の人が、このうちにいたぜ。いるはずだ。ゴンの助は立ち止まって、武蔵殿が縛られるくらいなら、あの女が先に捕まっていかなければ嘘だ、と言った。たった今、うちへ逃げ帰ってきたお子は、帰るとすぐ、ありあう金や持ち物を身につけ、 旅へ走る荷ごしらえに慌ただしかったが、ふと角に立ったゴ之の助の影に、ちくしょうと、うちの中から振り向いてつぶやいた。二、いおりをおぶったまま、のき下に立ったゴ之の助は、おこうの増援に満ちため、逃げ自宅かね、と笑い返した。 奥にいたおうは、むっと立ってきて、大きなお世話というものだよ。それよりも、おい若造。ほう、なんだ。よくも今朝は、私たちの裏をかいて、武蔵へ余計な助立ちを押しだね。そして、私の弟子の当時を打ち殺したね。自業自得、仕方がないというものだろう。覚えておいで。 どうするゴンの助が言うと背中からイオリまでが悪者とののしった。おこうはついと奥へ入ってしまって、そこからせせら笑った。私が悪者なら、お前たちは平等棒の宝蔵破りをした大ーヌストじゃないか。いえ、その大ーヌストの手下じゃないか。何 背中のいおりを下ろして、ゴンのすけは土間へ入ってきた。盗賊だと。しらじらしい。もう一度申してみろ。わかるよ、今に。い,いえ。むずと彼女の腕をつかむと、おこうはいきなり隠していたあい口を抜いて、ゴンのすけへ突きかけてきた。 例の情は左に持っていたが、それも使うに及ばず、合い口をもぎ取って、おこうを、のき先へ突き飛ばした。山の衆、来てください。宝蔵破りの仲間が。なんでさっきからそういうのか、とにかくそう叫びながら、おこうは往来へまろび出した。ゴンの助は、カッとしてもぎ取った合い口を、 その背へ向かって投げつけた。あい口は彼女の灰を貫いた。キャッとあけになって前へ倒れた。するとどこに潜っていたのか。猛犬の黒は一声大きく吠えながら彼女の体へ飛びかかった。そして傷口から流れる血をすすっては、 いいんと雲に向かって吠えた。あ、あの犬の目。いおりは驚いた。それは、発狂の層を表していたからである。だが、犬の目どころではない。この山上の人間は、今朝から皆、それに近い音色を持って何事か騒いでいたのである。 夜も昼も、人と人、かぐら林に熱湯していた、祭りの混雑に乗じて、夕べの深夜から今朝までの間に、総務省の平等棒の放送が何者かのために破られていたというのである。もちろん、外部の仕業であることは明瞭で、放送のうちの孤島とか鏡とかには異常はなかったが、 多年蓄えられてあった砂金だの、マコ型のものだの、貨幣となっているものだのを合わせて、およそ何貫目という金が一度に失われてしまったのだという。単なる噂ではないらしい。この参上に、さっきもあれほどな役人や堀がき合わせていたということも、思い合わせば、 原因は、その方にあったかもしれないのである。いいや、もっと健全たる証拠には、おこうが往来であげた。わずか一声でもうわらわらと駆け寄った付近の住民が、ここだ、この中だ。宝蔵破りの土頭が逃げ込んでいると、遠巻きにして獲物を持ったり、石を拾って、矢の内へ投げ込んだりし始めた。 それを見ても山上の住民の興奮がただならぬものであることがわかる。3. 山伝いに二人はようやく逃げ延びてきたのであった。そこは秩父から入間川の方へ下る小丸峠の上だった。ここまで来るとやっと自分たちを 宝蔵破りの盗賊の一類と竹槍や獅子鉄砲で追う住民も後に見えなくなった。ゴンの助とイオリとは、そうして自分らの安全は得たが、武蔵の安否はわからなかった。いや、余計不安が濃くなった。今になって考えると、武蔵は宝蔵破りの巨界と間違われて、 縄をかけられたものであろう。そして彼が別なことで自首した行為をもはき違えられて、秩父の人屋へ引かれて行ったに相違ないと思われた。おじさん、武蔵野は遠くに見えてきたよ。だけど、先生はどうしたろうな。まだ役人に捕まっているかしら。うん。 秩父の獄舎に送られて、今頃はさぞ難儀な目にあっておいでだろう。ゴンノスケさん、先生を助けてあげることはできないのできるとも、無実の罪だ。どうか先生を助けてあげてください。この通り、お願いします。このゴンノスケにとっても、武蔵様は死と同様なお方。頼まれなくても、 きっとお助けする考えでいるが、イオリさん。え小さいお前がいては、明日まといだ。もう、ここまで来れば、武蔵野の草案とやらへ、一人でも帰れるだろう。ああ、帰れることは帰れるけれど。じゃあ、一人で先に戻っておれ。ゴンの助さんは俺は、秩父の町へ戻って、 武蔵様のご様子を探り、もし役人どもが理不尽にいつまでも先生を人屋に繋いだまま、無実の罪に陥れようとするならば、人屋を破ってもお救いしてこなければならない。そう言いながら、ゴン助が抱いていた、例の情を大地について見せると、いよいは徳からその情の威力を知っているので、 一も二もなくうなずいて、ここから別れて一人、武蔵野の草案へ帰っていることを承知した。賢い、賢い、と、ゴンの助は褒めて、無事に先生を救い出して、一緒に帰る日までおとなしく草案に留守をして待っているのだ。そうさとすと彼は、女王を小脇に持ち直し、 再び秩父の方角へ向かって行ったのであった。で、いおりは一人ぼっちになった。けれど、寂しいなどとは思わない。もともと荒野で育った自然寺である。それに、三峰へ来るときと同じ道を戻って行くのであるから、道に迷う心配もなかった。ただ、 彼はやたらに眠かった。三つ峰から山伝いに逃げ回ってくる間、夕べは一睡もしていなかった。栗だの、キノコだの、小鳥の肉だの、食べ物は食べているが、峠の上へ出るまでは全く眠りを忘れていたのである。秋の日をほかほか浴びて黙って歩いていくうちに、 彼は欲も得もなく眠くなってしまい、ついに坂本まで来ると道脇へ入って草の中へごろんと横になってしまった。いおりの体は何か仏様の掘ってある石の陰に隠れていた。やがてその石の表に西日の薄れてくる頃、石の前で 誰かひそひそ話している声が聞こえた。いおりはその気配にふと目を覚ましたが、ふいに飛び出すとその人が驚くに違いないと思って寝たふりを続けていた。四。一人は石に、一人は木の切り株に腰掛けて、 しばし休んでいる体なのである。その二人の常用と見え、少し離れたところの木に二頭の荷田がつないであった。蔵には二個の漆桶が両脇に積んであって、一方の桶には西の丸ご不心御用野衆恩漆方と札に書いてある。 その内札から考えを進めれば、両名の侍は、江戸城の改築に関係のある東領の組下か、漆奉行の手のものかと思われる。だが、伊織が草の陰からそっと覗いてみたところでは、その二人とも険しい岩相を備えていて、なかなか悠長な役人面などとは、 骨柄も違う。一方はもう五十を超えている老武士で、これは体つきも肉付きも若い者をしのぐばかり眼見なのだ。菅の一文字傘に夕日が強く反射しているため、その紐下の顔は暗くてよく見えない。またそれに向かい合っている侍の方は、 十七八歳の痩せぎすな青年で、前髪立ちのよく似合う顔に、巣王染めの手ぬぐいを放かぶりにして、顎で結び、何かうなずいては、ニコニコ笑って見せているのである。どうです、親父様。漆おけの考えは、うまくいったでございましょうが。その前髪が言うと、親父様と呼ばれた、 日文字傘は、いや、貴様もだいぶ後者になったな。さすがの大蔵も、漆桶までは気がつかなかった。だんだんの押し込みでございますから。こいつ、皮肉なことを言う。もう四五年も経ったら、今にこの大蔵の方が、お前に顎で使われるようになるかもしれぬ。それは、 当然そうなりましょうが、若い者は抑えても伸び、追いゆく者は焦っても焦っても置いてゆくばかりで。焦っていると見えるかの、貴様の目から見ても。お気の毒ですが、追い先を知ってやろうとなさっているお気持ちが痛ましく見えまする。わしの心を見抜くほど、 貴様もいつの間にかいい若者になったものよな。どれ、参りましょうか。そうだ、足元の暮れぬうちに。縁起でもない、足元はまだ十分に明るうございます。ははは、は、貴様は決気に似合わず、よくご兵を担ぐの。そこはまだ、 この道に日が浅いので十分舞台度胸がついていないせいでしょう。風の音にもなんとなくそわそわされてなりません。自分の行為をただの盗賊と同じように考えるからだ。天下のためと思えば昼向きなどは起こらぬものじゃ。いつも言われるお言葉なのでそう思ってみますものの、 やはり、盗みは盗みに相違ございません。どこやら、後ろめたいものに襲われまする。何の、育児のない。年取った方の、一文字かさは、多少自分の心にも、そうした怯えがあるらしく、いまいましげに、自分へ言うとも、連れの者へ言うともなく、つぶやいて、 うるしおけのくくりつけてあるにぐらへ乗り移った。放かぶりの前髪も身軽くくらへ飛び乗った。そして先に出ようとする馬の前を追い越し、つゆ払いは先に出ましょう。何か見えたらすぐ合図いたしますからご油断なく、と後の荷だを今しめた。道は 武蔵野の方へ向かって南へと下るばかりで、馬の頭も傘も放かぶりも夕日の影へ沈んでいった。漆おけ1石の後ろに寝ていた伊織は、はからずも二人の話をそのまま聞いていたのであるが、ただ怪しげなと、 不審を起こしただけで、話の内容を解くことはできなかった。だが、二台に乗った二人はそこを立つと、いおりもすぐ後から歩き出した。一二度怪しむように、先の二人は馬の背から彼を振り向いたが、年齢や姿を見極めて、警戒するに足るほどなものでないと考えたか。 それから後には少しも意に介していない様子であった。それと間もなく夜になって後も先も見えなくなってきた。そして道は武蔵野の一端に出るまではほとんど下り道しであった。お、やじ様、あれに奥義町屋の火が見え始めてきましたぞ。と、一方の 若い放かぶりをした前髪の影が蔵の上から指さした頃、ようやく道もやや平坦になり、行く先の平野には入間川の水が闇の中に溶いた帯のようにうねっていた。先へ行く二人には何の警戒心もなかったようだが、後からついて行くいおりは子供心にも 最新な気を配って二人に怪しまれないように注意していた。あの二人は泥棒に違いないと、それだけは彼にも分かっていたからである。盗賊というものがどんなに怖いか、これは彼の生まれた宝典村が一年おきに貴族に襲われて、その後は一個のニワトリの卵も 一生の小豆もなくなってしまう惨状なのでよく知り尽くしていたし、また平気で人間を殺すものだというようなバクとした観念が幼少から染みついているので見つかったら殺されるような気がするのであった。それほど怖いものならばなぜイオリは早く横道へでも 曲がってしまわないかと疑われるが、その彼は、かえって反対に、二つの荷田の影にくっついて、どこまでもついて行くのであった。その理由は、ごく簡単であって、三峰の権限様の蔵を破って、たくさんなお金を盗み出した盗賊は、きっとこの二人に違いないと、 心の内で決めてしまっているからである。さっき石の後ろで怪しいと思った途端に、イオリの頭にひらめいたのは、そういう考えであった。少年の直感には、それをまた反復してみたり、他を帰り見たりしている迷いがない。てっきりこいつだと思い込んだら、もう一途に、 この二人こそ、三峰の回答でなければならなかったのである。やがて彼も、二田の影も、奥義町屋の宿場の中を歩いていた。後ろの二田に乗っている一文字傘は、先へ行く放課ぶりの前髪男へ手を挙げて、上太、上太、この辺で腹をこしらえていこうではないか。 馬にも会話をくれねばならぬし、わしも一服タバコがつけたいと蔵の上で言った。薄暗い火の漏れている飯屋の外に荷台をつないで二人は中へ入った。若い方の前髪男は入り口の端に腰掛けて飯を食べながらも絶えず荷台の背を見張っているようであった。 そして自分が食べ終わるとすぐ外へ出てきて今度は二頭の馬に星草を飼っていた。二その間イオリもよそで買い食いをしていた。そして二打の二人がまた宿場の先へ進んで行くのを見ると口を動かしながら後ろから追いかけていた。 道はまた暗くなった。しかし、武蔵野の草から草の平地である。蔵の上から蔵の上を帰りにあって、二田の二人は時々話しかけてゆく。上太、はい。基礎の方へ前触れの飛脚は出しておいたろうな。手はずしておきました。では、首塚の松へ、 基礎の衆が来て、今宵待ち合わせているわけだの。そうです。時刻は、夜中と言っておきましたから、これから参ればちょうど良い頃になりましょう。老いたる方は連れの者を上太と呼び、若い方は一方を親父様と呼んでいる。この盗賊は親子だろうか いおりはそう考えてなおさら恐ろしく思った。そして元より自分の力ではとうてい捕まえることは難しいが、二人の帰ってゆくすみかを突き止めて、後から勘へ訴えて出れば自然武蔵の無実の罪も晴れて、牢から解かれてくるに違いないと信じるのである。 彼の考えているように、そううまくいくかどうかは疑問だが、三峰の回答と直感した彼の同心のひらめきは、そう見当違いなものでもないらしい。あたりに人もなしと思って、大声で語り合ってゆく話ぶりといい。また、あれからのこの両名の行動といい。 いよいよ怪しい節ばかりなのである。川越の町はもう沼みたいにしーんと眠りに落ちていた。火のない柳を横に見て二頭の荷田は首塚の丘へ登っていった。登り口の道端に首塚のつこの上と記した石があった。いおりは その辺から崖の中へ紛れ込んだ。丘の上には大きな一本松が見える。その松に一頭の馬がつないであった。そして松の寝方に三人の男が旅支度をした老人邸の者どもが膝を抱えて待ちあぐねていたが、ふと立ち上がって、おう、大蔵様だ。 登ってきた二頭の荷田を迎えて、ただならぬ親しみで休括の情を述べたり、無事を喜び合ったりしているのであった。やがて、夜の明けぬうちにと、何事か急ぎ始めて、大蔵の指図のもとに、一本松の下の大石を取りのけると、一人は桑を持ってそこを掘り始めた。 うずめておいた金銀が土とともに掘り出された。盗むたびにここへ隠徳しておいたものと見え、それはおびただしい額であった。前髪に放かぶりの上太と呼ばれた若者もまたここまで乗ってきた二田の背から漆桶を見直ろし、蓋を破って、 土の上に中のものをぶちまけた。漆桶の中から出たものは漆ではなかった。三峰権限の宝蔵から影を隠した砂金やナマコである。穴の中から掘り出したものとそれとを合わせれば何万両という額に上る金銀がそこに積まれたのであった。 さて、それをまたいくつものカマスに分けて積み込むと、三頭の馬の背にくくしつけて、空になった漆桶や不要のものをすべて穴の中へけこみ、きれいに土をかぶせてしまった。これでよし、これでよし。まだ夜明けにはだいぶ間がある。まあ、一服つけようか。 大蔵はそう言って、松の寝方に座り込み、他の四名も土を払って、車座になった。三。新人の遍歴にと言って、基礎のお百草問屋の大蔵が、習いの本家を出かけてから、今年で足掛け四年目になる。彼の足跡は、 関東にあまねく神社仏閣のあるところで、習いの大蔵の寄進札を見かけない令状はないくらいだが、この既読人が、その金をどこから運んできているかは、誰も戦言をしてみたものはない。のみならず、去年あたりからは、江戸城下の芝あたりに居宅を持ち、 七点を構え、町の五人組衆の一人にまで成りすまして、町内の辛抱も熱い彼である。その大蔵が、先には本井でま又八を芝浦の沖へ誘って、新将軍の秀忠を狙撃しないかと、金で惑わして喚いたり、今はまた三峰権限の祭りに乗じて、 構造の金銀を盗み出し、首塚の松の根に生けておいた、数年間の稼ぎをも合わせてカマスに詰め込んで三頭の馬の背へぎっしり背負い込ませているのである。世の中は恐ろしい。およそわからぬものは人間の表裏である。とはいえ、すべてをそう疑っていたら、 霧もなくなって、ついには自分というものまで会議しなければならなくなってしまう。そこで、聡明であろうと誰も心がけるが、たまたまその聡明を書いているマタハチなどが、あえなくも大蔵の高源に乗せられて、金のために恐ろしい冒険へ自ら向かって行ってしまう。 おそらく、また八は、今頃はもう、江戸城の中にいるだろう。そして、大蔵と約束した通り、円樹の木の下に生けてある鉄砲を持ち出して、秀忠将軍を一発のもとに撃つ日を待っているに違いない。それが事故の破滅の日とも知らずに。何にしても、 大蔵は怪人物である。また八のごときが他愛なくおとりになったのは当然でさえある。明美も今は彼に報じる特殊なそば目となっているし、もっと驚くべきことには、武蔵が手塩にかけて数年も愛育してきた少年、上太郎までがいつの間にか、 年生も十八の前髪ぶりのいい青年になって、しかも大蔵のことを、親父様と継承するような境遇に成り果てている事実である。いかにとはいえ、盗賊の彼に仕えて、親父様と呼ぶほどな人間になったと、その上太郎の代わりを知ったら、武蔵よりは、あのお通が、 どんなに嘆くことだろうか。それはとにかく、車座になった五名は、半時近くもそこでいろいろな表儀を凝らしていた。その結果、習いの大蔵は、もうこの辺で基礎へ姿を隠し、江戸へは戻らぬ方が安全だろうということになった。しかし、芝の七店の方には、 家財などはともかく焼いて捨ててしまわなければならない書類などもあるし、明美も残してきたことだから、誰かその始末に一人はやらなければならないがというと、ジョータが良い、それにはジョータをやるが一番ですと、幾同音に決まってしまったのである。でやがて、 カマスを積んだ三頭の馬に、大蔵を加えた四名の基礎の衆は、まだ夜明け前の暗いうちに、そこから甲州寺の方へ逸れて立ち去ってしまい、上太郎はただ一人で江戸の方へ向かって行ったのであった。丘の上には明けの明星がまだはっきり光っていた。 すべての人影が去った後で、そこへ飛び出したいおりは、さあ、どっちへついていったらいいだろう、と迷った目をして、まだまだどっちを眺めても真っ暗な漆桶の中みたいな天地を見回していた。